それでは足を2つ描きましたので、まず1つ目の画像を保存します。そして上のバーの右から3番目の静止画フォトライブラリーに保存をタップして画像を保存します。続いて画像を開いてレイヤーをタップして、次に先ほど描いた足を開きます。まず中央の目玉をタップして開いて、保存した画像をタップして一時削除します。そして保存をします。そして再度上のバーの右から3番目のボタンをタップして、静止画フォトライブラリーに保存をタップして閉じます。一度保存先を見てみます。写真のアイコンをタップして、カメラロール見ますと、このようにして赤いのと黄色の音が表示されます。このようにして保存していただきます。必ず最後まで描きますと、作画動画になっていますので、保存したい画像のところで保存していただいて、先ほどのようにバー右上の3番目のボタンをタップして、静止画フォトライブラリに保存をタップして残していただくということと、作画前は作品を複製するということで、2つの作品を作って、1つは前の加工前の作品、あとは作品を変更した時の作品になります。このようにして工夫していろいろイラストを変えてもらうのもいいと思います。それでは終わります。